2週間後に控えたボディービル大会を前にボディチェックをする牛山。ウッディ上田ベンチプレス100キロへの道シーズン3第8話。今日は僕だけじゃなくて久しぶりに牛山さんもいるんで、やりなさいませ。まあ見てもらいながらやっていきましょう。お願いします。ウディさんは新ルールでも白です。1 2 3。あ、いいアーチや。そう、いいアーチや。ういわかる。いいやん。80で腕の震えは出したくないっすっていうのはすごい見てて思いました。言えるべきところじゃないところに力が入ってしまってる感はやっぱりなめないな。なるほど。もうちょいこうリラックスしてもいいのかなと思いましたね。ボトム付近とか、はいはいはい、もうちょいリラックスして切り替えしたいなっていうところで、腕がまだ使わないでほしいなっていうところでもう深く上げてるな感はすごいありましたけど、使わさるっていう感じだったらいいんですけどね。はいはいはい、自然とだから胸で迎えに行く感覚、体幹で上げる感覚、そこじゃないのか。 87.5。 おー、特許いいっすね。おいね、いけ。うわー、おい、じゃあちょっと牛山さん、なんか、あ、僕考案でいきます。はい、組んであげてください。了解です。憲法ベンチプレスいきましょうか。あ、いいっすね。はい、力使わないでやる感じで。今リストなしの指令が出ました。受けのその楽さとか自然な動きとか、結構ゆっくりはきついんですけど、その中でもこう楽に受けつつゆっくり下ろすっていう感じで、効率もよく、はい、リラックスしてかつでもゆっくり力で操らずっていう感じで。わかりました。肩甲骨の位置とかもしっかり調整して寄せすぎないとか、どのポジションが自分がやっぱその力を使わずリラックスして下ろせるのか、僕は結構今開いたポジションで設定してやったりとかするんで、そういうとこもこう微調整重ねながらどうやってやれば楽にベンチができるのかっていうところ、骨に乗るのか、ここを意識してほしい。わかりました。手は使わないように。はい、1、押すときもなるべく力使わないで楽に押す。2、そう、力使わない。3、使わない。おー、いいね。しっかり使わず、はい、4、はい、力使わず、リラックス。そう、どうですか。いいんじゃないでしょうか。悪くないと思います。ありがとうございます。1。2。3。ラスト頑張って。5。はい、OK。いいね。OK。
怪我してる人とかテンポすごいおすすめだなって最近思ってて、最近ちょっと肩痛くて、はい、やっぱ雑に下ろすとめっちゃ痛いんですよ。そうですね、テンポみたいにほんとゆっくり始めるとこれがまた痛くないんですよ。そうですね、関節を最初こうアップで動かしていくのも結構優しいですよね。そしてやっぱそれでも強くなれるテンポは、確かに、うん、えちー、シーエラストがまで。はい、OK。肩甲骨のこう位置関係でうまいこと使う部位をこうなんか胸にねしたりとかしたいですよね。じゃあ今日はそれで終わりましょう。ありがとうございました。よし。強い変わらない方。